はようございます。リコー TV です。本日の動画はこちら、ダヴィンチのですね240ですね、このね鮎カラー、これでねいい魚が釣れたよって動画なので、まずはこちらをご覧ください。先日買ったダヴィンチの240、これをね海で使ってみたいなと思って持ってきてみましたね。風から開けたまったけの状態で、使うタックルはね、これはシマノのバンタムニーエクスセンスね、で P ラインの4号が巻いてある、こんな組み合わせでございます。直下でね、ダヴィンチ特有のビラビラーンビラビラーンっていう動きが、この240っていうサイズだからくっちゃえっていうのもねいるだろうからね、ちょっと投げてみて。よし、食ったよダヴィンチ、いい引き、いい引き、シーバスかな。このエクスセンスのねゴリゴリのパワーがねいいよね。はいはいはい、ういー、よっしゃ抜けるかな、よいしょ、ういー、ダヴィンチフィッシュ240。はい、ダヴィンチ240フィッシュね。いやー、まだまだねでっかいルアー食ってくれますね。すごいね元気な引きのある魚でしたね。ちょん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 アクションさせてね、この大きなボディをキラ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 させると食ってきますよ。じゃあねこいつは逃がしてあげます。イエーイ、ダヴィンチフィッシュ。はい、というわけで帰ってきました。これねちょっと大きめの240なんですけども、今ねもうほんとこういう大きいルアーでね積極的に魚が狙えるシーズンなので、これのね黒色も持ってるんですけども、先日買ったねこの鮎カラー、これもねいい感じだなーなんて思ってね開封して投げてみたところ、結構速攻でね反応が得られて、でまあ改めてね大きいサイズなかなかいいなということで、動画にまとめてみましたが、まずですねこのピラピラした動きですよね。動画の巻いてるシーンでもまあちらっと映ってるかもしれないんですけどね、ほんとね独特なドリルロールアクションというかね、ピラ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 ってね、なんとも不思議な動きをしてくれるなっていうことで、でこう愛が2つあるんですけどね、この前の方の愛と背中にはねあのバイブレーション愛っていうのがついてるんですけども、昼間使うのだと結構この顎の方にあるね通常の愛ですね、これにつけてちょん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 なんてアクションさせると、ピラ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 みたいな感じで動いてくれて、非常に魅力的なアクションをしてくれるっていうことですね。まああと楽しみなのはねこのテールの交換パーツね、ランブルフィッシュテールとかですね、そういうのがこの240サイズで、出てくるとね、さらに、面白い熱い展開になってくるんじゃないかなと思うんですけど、まずはねこの本当もう開封してフックも交換なしで、特にウェイトとかも貼り付けず、吊るしの状態でね、使ってみたところなかなか高反動だったよっ
ていうことで、ここからですね、まあちょっとこのお腹の任意の位置にね、いろいろ針変えたり重り貼ったり、背中にバイトマーカー貼り付けてみたりとかね、自分好みのチューニングにしていくんじゃないかなと思うんですけども、ある時に買っとかないとなかなか売り切れちゃうとまたね1年待ってとかになっちゃうんでね、気になってる人いたらなかなかね、キクルアーなので、ぜひチェックしてみてください。というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、ダヴィンチのですね240大きいサイズですね、これで、いい魚が釣れたよっていう、こういった動画でした。はい、また会おうぜ。